水やりを簡単にする散水道具をご紹介します。最初に水やりタイマーシリーズ5商品を紹介します。水やりタイマーは全部で5種類あります。商品ごとに設定できる時間が変わってきます。まずはじめに散水タイマースタンダードをご紹介します。散水タイマースタンダードは毎日1回水やりをしたい方におすすめです。散水タイマーデラックスは毎日2回の水やりに対応。節水モードがあるため暑い季節のミスト散布におすすめです。自動水やり機 SAW1、 シンプルな設定画面で使いやすさを追求しました。自動水やり機 SAW2、 大型設定パネルで操作は簡単です。1日4回の水やりまで設定可能なので、季節や植物に合わせた水やりができます。散水簡易タイマー、電池不要の手動タイプで、水やり時間を手動で設定するだけです。時間が経過すると自動で停止します。使用後は止水してください。水やりタイマーシリーズと使うと便利な散水用品をご紹介します。散水ホースは通水するとホースから水がにじみ出るので、畑の作物の水やりに最適です。散水ホースはご紹介したものの他に、柔軟に設置ができる自在散水ホース、花壇の水やりに便利なマイクロ散水ホースがあります。次は通常のものより丈夫な耐寒耐圧タイモホースをご紹介します。こちらは藻がつきにくく、寒いところでもホースが固くなりづらいです。ホースの長さは10メートル、20メートル、30メートルの3種類があります。ご紹介したホースの他に、庭に馴染む3色がラインナップしたサラッと耐寒耐圧防藻ホースがあります。各色10メートル、20メートル、30メートルの3種類があります。鉢植えプランターには点滴ノズルがおすすめです。鉢プランターの土に差し込んで根元に水やりができます。花壇には散水チューブがおすすめです。ホースには穴が開いていますので、広範囲に水やりができます。芝生にはスプリンクラーがおすすめです。固定スパイク付きのものや丈夫なメタル製のもの、長方形範囲におすすめの首振りスプリンクラー、差し込み式のスプリンクラーがあります。小さく目立たないので庭の景観を壊さないマイクロ散水シリーズをご紹介します。使い方はメインのホースに穴を開け、ミニソケットを差し込んでマイクロチューブをつなぎます。
好みのノズルを取り付けて設置完了です。ノズルは6種類あり、目的に合わせてお選びいただけます。蛇口の有効活用には蛇口分岐コネクタが便利です。 SSK22 は1つの蛇口で3機能を使えます。片方をホースにつないだまま手洗い水汲みに使用できます。ダイヤルを回してホースのみ、ストレート、シャワーに切り替えができます。 SSK22 の他に色とダイヤル形状が少し違う SSK22N もあります。次に4分岐のコネクターをご紹介します。1つの蛇口を4つに分岐できます。つまみをひねるだけで流水・止水ができます。動画内の SSK-QD はワンタッチ蛇口であれば差し込むだけで取り付けができます。蛇口の分岐を増やせる SSK-Q、 ホースの分岐を増やせる SSK-21、 蛇口ホースリールで使える SSK-QD があります。用途に合わせてお選びください。